ヒロモスです。パース巡り番外編、邪馬台国とは、魏志倭人伝おさらいです。魏志倭人伝とは、魏、呉、蜀、三国の争いが終わり、精神が中華統一を果たした後、西暦2800年から2097年に自分たちが正当に中華統一を果たしたことを記した書。三国志の中、魏書の30巻、右岸線、尾藤、伊伝、和人帳の略称です。魏、呉、蜀の三国で精神？魏の流れから精神という国になっています。つまり三国の中で魏が正義であり、魏から生まれた精神が正義という書物、政治の中に書かれています。だから呉や蜀と交流があった国については書かれていません。そして最後の呉が滅んだ後に書かれています。つまり戦いが終わり、武力ではなく武官たちの戦いが始まってからの話。どんな国を薩風体制の中に組み込んだか、自慢合戦の一面もあります。邪馬台国は魏に朝貢し、薩風体制の中に組み込まれた。魏から新魏倭王として認められました。魏の配下の国として邪馬台国が認められたということ。つまり精神にとってこんな辺境の国まで進化にしたんだぞと言いたいわけです。その紹介箇所を魏志倭人伝と言います。そうです、卑弥呼様が出てくるところです。その邪馬台国までの行程が問題です。朝鮮から海を線より渡り対馬へ、南に対馬海峡を渡り線より壱岐島へ、また海を渡り線より佐賀県松浦地区へ。こちらがその配置。唐津から東南に歩いて500里で伊都へ。あれ、東南？あ、東南か。伊都から100里で博多湾。ここまでは誰もが認めています。ここで伊都国の説明を見てみましょう。つまり伊都国は外国からの使者を迎える場所であり、邪馬台国連合の迎賓館、江戸時代の出島、伊都国から先には基本入れなかったと思われます。ちなみに言わずもがな、博多は昔から外国の玄関口、松浦国と奴国から訪れる外国の方々を伊都国でお迎えしてたということ。もっと言うと、ここまで嘘がつけないってこと。一応博多を東に100里で福岡県の付近です。今の太宰府の手前あたりです。ここまでは外国の方々も知っていたところ、ここからが南に水運で20日で東馬国へ、南に水運10日、歩いて1ヶ月で邪馬台国へ。わかりますか？単位が里から日数になってます。ここの解釈によって邪馬台国の位置がいろいろになります。例えば、文国と馬国と続けて移動したとすると、邪馬台国は沖縄の先になります。ちなみに近畿説は方位を間違えて南が東になり、瀬戸内を遂行すれば奈良に行けると。博多まで合ってる方位が突然狂う理由を教えてほしいです。そもそもですが、距離の単位が変わった理由ですよ。文国までは魏の使者が測ってる。そこから先は行けなかったか、倭国の人に聞いた話なのですよ。これには2つ意味があって、1つはそれだけ広い大きな連合国が邪馬台国なんですよって意味と、魔人は距離が測れず日数を未だに単位しているってバカにすること。一応大きな連合国だって証拠にこれだけの国が書かれています。まあ国といっても町、市、クラスなので、九州北部で事足りるかと。まさに自慢話ですよね、こんなにもの国から徴工されたと。あとは本当に邪馬台国が来てほしくなくて嘘の距離を言ってる可能性。そんなに遠いならいかない。何せよこの記載のせいで邪馬台国の位置はつかめません。ちなみに東馬国以降、邪馬台国も含めて現在どの地域か明確になっていません。そして南にあるのが久那国で、この国は上国に服従していない。あの女王卑弥呼はもともと久那国と卑弥呼と不和で争っていた。
そこで卑弥呼様は魏に助けを求めたのでは。まずは名として真魏倭王の称号。それでもダメで魏から軍事協力指導を取り付けた。長征の来話ですね。その後もやがてこもしか若くとどまり、卑弥呼の後の豊の時代に帰ってる。ここで久那国がどうなったのか。私は久那国が邪馬台国連合に負け東に逃げたと考えます。それが神武統制になったかと。天孫降臨の地は九州南部なのは確かで、霧島にある高千穂峰、天の坂鉾ですね。統制し大和の地を征服し大和朝廷につながる。では邪馬台国は、卑弥呼様は。まず邪馬台国の位置は魏志倭人伝からは分かりません。真魏倭王の記入でも出てこなければ確定しないでしょう。でも卑弥呼様のお墓なら、久那国との争いが終わった頃、卑弥呼様は亡くなってます。なぜ終わったと断言するかというと、卑弥呼様の死後また争いが起こったと書かれてます。つまり直径が100歩、約150メートルの森土の墓を作り、奴隷を100人ほどと一緒に葬ったと魏志倭人伝には書かれています。つまり奈良の箸墓ではないです。私はここ宇佐神宮がその墓と考えます。こちらが宇佐神宮の赤色立体図。まず分かるのが、他の峰とは違う形、実際に人工的な丘とされてます。こちらが本宮に上がる階段、行くと分かりますか、かなりの急斜面です。そしてこの高丸の直径が約150メーターです。そして宇佐神宮の近くには百体神社なるものがあります。隼人の反乱で持ち帰って100人の首を葬ったとか、ただその逸話に嘘があり、その首を葬ったとされる京首塚古墳は、その隼人の反乱より前の古墳でした。そもそも隼人の反乱は九州南部で起きています。それを伴う隼人塚も鹿児島にあります。何が言いたいか、隼人の国イコール久那国だとしたら、ヌヒが奴隷ではなく久那国の人という意味なら、この宇佐の地に久那国の人たちを100人埋めたとされていて、疫病と聞き宇佐の地を襲い人々は隼人の怨霊が原因だと信じた。そして百体神社を建立した。隼人の反乱で隼人の人たちが葬られ、その先祖たる百体が眠るこの地が祟られたと考えられませんか。その祟りは凄まじく、宇佐神宮は仏教に助けを求めています。それが日本で最初にここで行われた神仏集合です。まあ当然といえば当然ですよね。祟りの大元は宇佐神宮の下に眠っているのだから、違う勢力に助けを求めますよね。ただ卑弥呼の墓が宇佐にあったとしても、ここが邪馬台国とは限らない。卑弥呼の墓を邪馬台国に作ったとは書かれてないからね。そもそも吉野ヶ里のように魏志倭神殿に書かれた遺跡がない。宮殿、物宮蔵、城作等です。しかし同年代の吉野ヶ里をもとに考えれば、住居スペースの近くに墓はあったでしょう。でも宇佐でそのような遺跡は見つかっていません。女王の死後壇を立てたが、国中が服従せず争いが起こった。そこでまた卑弥呼の同族である都市十三の家を建てて王とし、国中がようやく収まった。ここでも宇佐に行って気づいたことが、伊予と教科書等で習うと思いますが、天才誤って豊かもと言われてます。先ほどの一大国が粋だと言いましたが、一子国を一大国と天才寺に誤ったとされてます。一子一騎になるわけです。つまり伊予ではなく豊だとしたら、宇佐の地域名は知っていますか。豊前です。大分県の下半分を豊後、これは律令制が導入される際、一文字の国名を改めさせたためです。越が越前、越中、越後と同じです。つまり
ここはもともと豊の国ですね。豊は大和国の王になってから何度も朝貢を重ねています。最終的に小生を送り返すほど名実ともに九州の王となっている。その豊が治めていた国こそ豊の国ですよね。そして残念ながら266年を最後に中国の歴史から邪馬台国が消えます。中国側の事情もあったが、和の皇后が出てくる413年まで記録がない。この150年の間に朝鮮半島まで領地を広げています。それが九州国の運命を左右したのかもしれない。奈良にできた後の大和朝廷の台頭です。九州以外を治めていた出雲勢力を抑えるべく機微を取り込み、九州国を懐柔し出雲国も落とします。懐柔ではないかもですけどね。大和尊です。大和尊は九州で大和尊の名をもらいます。漢字で書くとこれです。その後出雲を落とし関東を落とします。大和尊が一人でやったとは思いませんが、大和朝廷の全国制覇の順番だと思います。こうして邪馬台国から連なる九州王国は大和朝廷に取り込まれ日本になっていきます。とはいえ出雲、大和、九州の国はそれぞれがそれぞれの文化と知識を持って生きていました。それをしっかり確認しながら日本の歴史をこれからも学んでいきます。とりあえず今回は九州国、九州一周の奇跡を順次挙げていきます。卑弥呼様、神武、豊、邪馬台国、それは永遠の秘密。以上、パーソナル巡り漫画編、邪馬台国とは、魏志倭人伝おさらいでした。よろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ヒロモスです。